ウィルソンズ・クリークの戦いは、南北戦争の初期1861年8月10日に、ミズーリ州、スプリングフィールド近くで北軍とミズーリ州兵との間で行われた戦闘である。これは、ミシシッピ川より西で行われた最初の主要海戦であり、西のブルランと呼ばれることもある。ナサニエル・ライアン准将の西部軍は、スプリングフィールドで宿営しており、ベンジャミン・マカロック准将指揮下の南軍が接近していた。8月9日、両軍はそれぞれ敵に対する作戦を立てた。8月10日の午前5時頃、ライアンとフランツ・シーゲル大佐が指揮する2部隊が、スプリングフィールドより12マイル南西のウィルソンズ・クリークで南軍を攻撃した。南軍の騎兵隊が最初の打撃を受けて、ブラディヒルから後退した。南軍が間もなく駆けつけてその陣地を安定させた。南軍はその日3度攻撃したが、北軍の前線を突き破れなかった。ライアンがこの戦闘で戦死し、サミュエル・ D ・スタージス少佐が指揮を引き継いだ。一方、南軍はスケッグズブランチの南でシーゲルの部隊を回想させた。午前11時に終わった南軍の3回目の攻撃後、南軍は後退した。しかし、スタージスは部隊兵が消耗しており、弾薬が尽きかけていることを認識したので、スプリングフィールドへの撤退を命令した。南軍はあまりに乱れており、装備も悪かったので追撃できなかった。この南軍の勝利で、ミズーリ州の南部同庁舎を元気づけ、プライスとそのミズーリ州兵がレキシントンまで北に大胆な押し出しを行う弾みになった。クレイボン・フォックス・ジャクソン知事が招集した残党の集会がネオ署で開かれ、脱退条例を可決した。ウィルソンズ・クリークは1861年のミズーリ州で最も重要な戦闘となり、南軍はミズーリ州南西部を支配することになった。南北戦争が始まった時、ミズーリ州はこの紛争で武装中立を取り、どちらの側にも物資や兵士を送らないことを宣言した。1861年4月20日、脱退主義のボートがリバティブ機構を占領し、州内北軍の心配を増させることになった。中立は5月10日のキャンプ・ジャクソン事件と呼ばれることになる出来事で大きな試練を迎えた。クレイボン・フォックス・ジャクソン知事は州民兵を招集し、リンデルグラブのセントルイス教会で訓練させた。知事は密かに南軍から大砲を入手し、それをキャンプ・ジャクソンと呼ばれる民兵宿営所にこっそり持ち込んだ。ナサニエル・ライアン大尉はこの搬入に気づき、民兵がセントルイス武器庫に進むのではないかと心配した。ライアンは北軍の部隊と市民軍で宿営地を囲み、民兵に降伏を強要した。続いて民兵を武器庫まで通りを行軍させるという愚を犯した。群衆が集まり、ある者は怒って、行列に圧力をかけた。ヤジや押し合いがついには、発砲にまで、つながり多くの者が死んだが、その大半は、市民で他に、民兵や兵士も含まれていた。1日後、ミズーリ州議会は、北であろうと南であろうと敵と考えられるものの、攻撃から州を守るためのミズーリ州兵隊を創設した。知事はその将軍にスターリング・プライスを指名した。ミズーリ州の北軍指揮官ウィリアム・S・ハーニーは、ミズーリ州が南部に傾斜することを恐れ、5月12日にプライス・ハーニー休戦協定を結び、この紛争におけるミズーリ州の中立を確認した。ジャクソン知事は北軍支持を宣言した。しかし、ハーニーがライアンにとって代わられ、エイブラハム・リンカーン大統領は、ミズーリ州の軍隊が北軍に従軍する具体的な要求をしてきた。ジャクソンはその北軍支持を引っ込めた。6月12日、ライアンとジャクソンはセントルイスで会談し問題を解決しようとした。この会談はライアンが次のように言って終わった。ライアンは州都を抑え、州中でジャクソン、プライス及びこの時は亡命した州政府を追跡し、6月17日のブーンビルの戦いや7月5日のカーシジの戦いで、小戦闘を行った。この危機の中にあって、2月に脱退を拒否していた、ミズーリ憲法会議に選ばれていた、大議員たちが再結集した。7月27日、この会議は知事職が空席であることを宣言し、続いてハミルトン・ドーワン・ギャンブルを新しい暫定知事に選出した。7月13日までにライアンの軍隊はスプリングフィールド市に駐屯し、約6000名の部隊になっていた。その軍隊は第1、第2、第3及び第5ミズーリ不評連隊、第1アイオワ不評連隊、第1及び第2カンザス不評連隊、正規軍の不評と騎兵の数個中隊、及び砲兵3個大隊からなっていた。7月末までに、ミズーリ州兵は、スプリングフィールドの南西約75マイルに宿営し、南軍のベンジャミン・マカロック准将や、アーカンソー民兵のエヌバート・ピアス准将によって補強され、ミズーリ州、アーカンソー州及び南軍の混成部隊となり、総勢は12000名以上となっていた。この部隊は、スプリングフィールド攻撃の作戦を立てたが、ライアンは8月1日に、市から出て行き、南軍を吸収しようとした。この軍隊の前衛隊が8月2日ダグスプリングスで小競り合いを演じた。北軍は勝者として現れたが、ライアンは勢力が2対1以上に開いていることを知り、スプリングフィールドまで後退した。この時、ミズーリ部隊を指揮していたマカロックが追跡した。8月6日までにその部隊は、スプリングフィールドの南西10マイルのウィルソンズクリークに宿営した。勢力で劣るライアンは北東のローラまで退いて補強し物資を補充しようと考えたが、その前に南軍の追跡を遅らせるためにミズーリ部隊を吸収させようと考えた。北軍の副指揮官、フランツ・シーゲル大佐が北軍を2つに分け、マカロック隊を挟み撃ちにするという攻撃的な作戦を立てた。シーゲルは1200名を率いて側面に回り、ライアンの主力は北から攻撃するというものだった。ライアンはこの作戦に同意し、8月9日の雨の夜に北軍はスプリングフィールドを出たが、物資を守り退却を支援するために約1000名を後に残した。北軍の作戦の成功は吸収する部隊にかかっていた。マカロックもスプリングフィールド市への吸収を考えたが、雨のためにその作戦を中止した。1860年の国勢調査によれば、クリスチャン軍には人口5491人と奴隷229人、グリーン軍には人口13186人と奴隷1668人がいた。8月10日の午前5時頃、朝日が差し始めた時に北軍は攻撃を始めた。ミズーリ部隊は驚愕にとらわれた。ライアン軍は敵の宿営地を圧倒し、ブラッディヒルと呼ばれることになる、尾根の頂部を占領した。しかし、北軍が早期に南軍を壊走させてしまおうという望みは、プラスキーアーカンソー砲兵隊が大砲を据えて、北軍の前進を止めた時についえ、プライスの不評隊に時間ができて、丘の南斜面に配置し戦列を作った。シーゲルの作戦は初めうまくいった。その側面攻撃でミズーリ騎兵隊を壊走させたが、シャープの応援でマカロック部隊の反撃にあって崩壊した。この戦争初期はまだ軍服が標準化されていなかったので、マカロック部隊兵はシーゲル隊のものに似た制服を着ていた。北軍兵は近づいてくるマカロックの戦列を北軍の補強部隊だと信じ込み、それが敵だと分かった時には遅すぎた。側面攻撃隊は、この反撃で完全に壊滅し、シーゲルとその部隊は、戦場から逃げ出した。シーゲルの側面攻撃隊が改装したことで、戦闘の機運は、ミズーリ部隊に傾いた。ライアンはすでに銃弾を2発受けて、この戦争で戦死した、最初の北軍将軍になっていた。ライアンは午前9時半頃ブラッディヒルで、部隊兵に反撃を鼓舞している時に心臓を撃たれた。サミュエル・D・スタージスが北軍の指揮を取って代わった。北軍はまだ丘の頂上で防御的な体制をとっているうちに弾薬が尽きてきて士気が悪化した。午前11時までに北軍は南軍の突撃を3度撃退していた。スタージスは弾薬が尽き兵士が疲弊していたので、南軍の4回目の攻撃を受けるよりも後退を選んだ。この戦闘の損失は両軍ともに同じくらいだった。北軍の損失は1317名、南軍とミズーリ及びアーカンソー部隊の損失合計は1230名だった。南軍の混成軍は戦場では勝ったかもしれないが、ローラに撤退する北軍を追撃できなかった。プライスのミズーリ州兵は、この勝利でミズーリ州北部への侵攻を始め、9月20日の第一次レキシントンの戦いで頂点に達した。南軍とアーカンソー民兵は州内から出て行った。10月30日、プライスとジャクソンの下のミズーリ部隊は、ネオ署で正式に南軍に加入した。役人たちは、ミズーリ州脱退の決議案を可決し、ジャクソンがアメリカ連合国ミズーリ州の知事に指名された。しかし、新しい政府が、ミズーリ州住民の大半から支持されることはなく、ミズーリ州は南北戦争を通じて北部に止まった。プライスとジャクソンがわずかに支配できたところは10月21日のフレデリックタウンの戦いと10月25日のスプリングフィールドの戦いで消滅し、連合国州政府は間もなく州内から出て行かざるを得なくなった。プライスはミズーリ州内で勝利を得たが、そこを保つための民衆の支持を得られなかった。1861年以降、南軍の将軍となり、アーカンソー州やミシシッピ州でその部隊を率いた。しかし、ミズーリ州は戦争の間、クアントリルの襲撃や、ブラッディビル、アンダーソンなど、ゲリラ戦や山賊に苦しむことになった。戦場跡は、ウィルソンズクリークの国立戦場跡として、保存されている。アメリカ合衆国国立公園局は観光案内所を運営し、博物館、26分間の映画、9分間の光ファイバーによる戦闘地図の提示、及び南北戦争研究図書館を一般に公開している。戦没将兵追悼記念日から労働者の日までの日曜日午後には、通常、兵士の生活、騎兵の訓練、マスケット銃の発砲、砲兵の実演、当時の薬品及び当時の衣類を見せる、生きている、歴史プログラムが催される。植生や解説付きハイキング道及びガイドなしの自動探索経路が追加されているとい、例外はあるが、1750エーカーの戦場跡は、当時の様子からほとんど変わっておらず、訪問者は元の状態に近い戦場を体験できる。戦闘中に、南軍の野戦病院に使われた0家の家屋が保存され、改修され、夏の間定期的に当時の服装をした公園局の案内人付きで公開されている。ありがとうございます。